YouTube をご覧の皆さん、こんばんは、みとくです。今回から PS4 のフォールアウト4やってみたいと思います。もうね、めっちゃワクワクしてます。ちょっともう早速、ニューゲーム。新しいゲームを始めますか。はい。うわ、めっちゃ楽しみ。本当に PS4 が届くの自体がもう楽しみで、全然寝れなくて、朝もすっごい早く起きちゃって。人は、はい、人は過ちを繰り返す。うわ、映像すげえ綺麗。もうニヤニヤが止まんないんですよ、ずっと。1945年、兵役についていた俺のじいさんのじいさんは、いつになったら妻とまだ会ったこともない息子のもとへ帰れるのだろうと思いを募らせていたようだ。同じ年にそれは叶った。アメリカが広島と長崎に原子爆弾を投下、第二次世界大戦は終戦を迎えた。人々は世界の終末を待つ身となっていた。だが驚くべきことが起きた。人は原子力を武器としてではなく、無限に近いエネルギーの源として活用し始めたのだ。ただの SF だと思われていたテクノロジーが生活を一変させた。家事を担うロボット、原子力で動く車、携帯できるコンピューター。だが21世紀になり、アメリカンドリームは終わりを告げた。長年の消費によって主要な資源が枯渇し、世界は崩壊しつつある。平和は遠い昔の記憶となった。2077年現在、総力戦は目前だ。不安が募る。自分自身、妻、そして幼い息子のことを思うと、兵役で学んだ教訓はただ一つ。人は過ちを繰り返す。人は過ちを繰り返す。今夜の在郷軍人会館ではきっとうまくいくわ。そう思うか。もちろん。さあ、他の支度もして。鏡の前に座りすぎよ。ああ、すごい。すごい。映画もこれ。何もう映画やないか。 R を使って視線移動します。 R、 これ。ちなみに本当にプレステ4初めて買ったばっかりで、コントローラーがね、ちょっとこんななんだって感じ。本当に、ちょっと待ってね、 R2 で買おう。ああ、顔変わる。これ女性にはなれないのかな。女性でやりたいよね。あ、性別変えられる。順番を変わって。おこれ両方使えるんだとしたら、両方ともなんかセットアップしたいけど。でもこのままでも全然美人だな。どうしよう。おお。いや、ほんとね、マジで映画かと思ったよ。いや、綺麗だな、映像マジで。どうしよう、すごいいっぱいあるけど。でも最初の人が一番綺麗だった気がする。最初の人でいいかな。それかね、金髪の人。いや、でも最初の人が一番いいな。これでいこうか。やっぱこの人が一番綺麗な気がする。顔。
エロを使って調整したい顔の部分をハイライトします。そんなこともできんの。あ、髪の色もスタイル、髪型も変えられるんだ。へえ。いや、これはやばい、もうこれだけで1パートなんか使っちゃいそうなぐらいなんですけど、どうしようかね。無造作ヘア、どうしようか。弁護士風とかいろいろある。時間がねなくなっちゃうので、あ、もう動かせるんだ。ちょ、待っちゃったよ。え、なになになに、どうすればいいの。ちょっといろいろボタンを触ってみよう。あ、ジャンプ。すごいリアルなんか下とかどうやって、あ、こうやって向けるんだ。おお、旦那さん。ねえねえ、急いでる、心配するな。やべえ、旦那さんの顔がすげえブサイクだ。どうしよう、イケメンに変えとけばよかった。これは後々この旦那さんとの会話のモチベーションが保てるかがわからない旦那さんちょっとしくったぜ。これ後から顔とか変えられたりするのかな。何すればいいんだろう。ハサミ、ハサミゲットとかできないの。できないんだ。トイレ入ったりとかもできないの。もうもう全てが全てが新鮮ですよ。あ、洗濯、あ、ロボットいるし。おはようございます。おはよう。コーヒーをどうぞ。摂氏70。ありがとう、コズワス。コズワス、もちろんです、奥様。あら、いいロボット欲しい。これ、このロボット欲しい。冷蔵庫を開ける。おお、え、これ何、飲めたりとかすんの。ぬかコーラぬかコーラ、キリッと冷えて、キリッと冷えてんだ。うわ、ぬかコーラ、ミルク、牛乳が配達されたようね。そうなんだ、ね、牛乳はね、配達してくれるね。最初は不安だったが、コズワスが来てくれてよかったな。シュガーボム、シュガーボム、1日の糖分摂取量の 100%。 へえ。これさ、三人称視点だっけ、そっちに変えられるのかな。変えたいよね。とりあえずね、何をしていいのかマジで分かんないんですけど。旦那様。ねえ、なんてことだ、こんなに幸せでいいんだろうかその顔で、その顔で言う、新聞読みながら。まあなんか幸せそうですよね、このお部屋を見ると。あ、またあのセールスマンだ。なんでこんなにしつこいのかな。セールスマン出ようかな。おはようございます。おはようございます。ボルトテック社です。おう、おはよう。おはようございます。いやー、いいお天気ですねやっとお話できてどんなに嬉しいことか。何しに来たんだ。ここ何日も伺っていたんですよ。緊急の要件なんです、本当に。重要、重要なのか。何がそんなに重要なの。ご家族の将来より重要なものはありません。お気づきでないかもしれませんが、この国はすでに破滅したんです。言い方は悪いですが、大きなドッカーンってやつがね残念ながら避けられません。しかもそいつは予想よりも早く来ます。意味はお分かりですよね。いや、わかんないよ。さて、お忙しいのは分かっていますから、お手間は取らせません。ほら、時は金なりってね。本日伺ったのは、この国に奉仕されているご主人とご家族にはお近くのボルト、ボルト111への優先入居権があることをお伝えするためです。へえ。広さは？家族全員分の広さはあるの？もちろんもちろん。まあロボットの分は除いてですが、実はお客様はすでに入居権をお持ちなのです。あとは情報確認を残すのみで、不測の事態、大量破壊兵器による被害の際にバカな目に遭うのはお嫌でしょう。お時間は取らせません。なんか怪しいけど、とりあえず肯定しておきましょうか。わかった、いいわ。素晴らしい素晴らしい。
さて、それでは。完全に怪しいけどね。名前、あなたのことを教えてください。あなたの未来を確実に幸せにするには、あなたがどんな市民か知る必要があります。ということは、名前はどうすればいいのだ。ミートーク、オッケー。 R2 で確定。こっちだった。肉体的な力を表す指標です。持ち運べる荷物の 量や全ての近接攻撃の威力に影響します。あ、ポイントがあるんだ。どうしよう。状況認識力を左右する 第6感。武器の命中率か。これは2ポイント。肉体の眼気ん、何これ。合計体力と走った時のアクションポイントの減少量か。これちょっと上げといた方がいいんじゃないかな。人を引きつけ解き伏せる力。いや、これもちょっと欲しいな。知力を表す。獲得できる経験値か。うわ、これも欲しいな。うわ、どうしよう。運動神経と反応速度を測る。うわ、運動神経も上げておきたいよね。運の強さ。運の強さも上げ、あ、でもまだあるから。でも平均的に上げて、上げない方がいいのかな。状況認識力か。でも多分逃げることが多い気がするから、逃げるのはちょっと上げときたいんだよね。あとちょっと、人を引きつけるカリスマ。これも上げておきたい。知力も上げたいな。こんなんでいいかな。なんかすごい平均的な感じにしちゃったけど、なんかどれかを極振りした方がいいとか、そういうのあるのかもしんないね。でもとりあえずこれでやってみたいと思います。素晴らしい。手続きは完了です。これでボルトに入れますよ。皆様の将来への備えをお喜びします。何度もありがとう。これで安心できるならちょっと書類を書くくらいの価値はあるだろう。家族のためならいくらかかろうと高くないわ。いい答えだ。いいところもあるでしょ。怪しいんだけど。でも奥様、ショーン坊ちゃんの状態に変化がありますが、どうしても落ち着きません。何？ショーン坊ちゃんは母親の愛情を必要としていると思います。おお、奥様の得意分野です。ねえコズワス、行ってやってくれ。奥様、分かった。ちょっと待って。ショーン坊ちゃんがコズワス、どいて。母親の愛情が少しあれば落ち着くかと。分かったよ。どこだ。あった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 。ここか。ヤッホーベイビー。ショーン。可愛い息子はママを困らせたりしていないよな。この間あら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 。つけたんだ。回してみたらどうだ。落ち着いたんじゃないの。あ、これ回すんだ。おお喜んでおりますな。よし、いい子だ。喜んでおりますな。ちゃんとしてるパパそっくりだ。ああ、いや、ちゃんとしていなくても似てるかな。旦那さん。なあ、朝食を食べたら少し公園にでも行こうか。天気も持ちそうだ。わかった。ハロウィンの準備がしたい。なんだと。ハロウィンの準備がしたい。代わりにカボチャを買いましょう。ジャックオーランタンを作るの。旦那様、奥様、こちらにいらしてください。ハロウィンは終わったぞ。コズモス、どうした。へえ、面白いなこれ。アクション。ショーンは大きくなったら何になるんでしょう。何になるんでしょうね、この子は。いや、落ち着いていてよかったよかった。じゃあちょっとまた出ようかね。こんなのんびりしたゲームなのこれ。大丈夫？閃光があったと思うが、目もくらむ閃光と思う。あ、大爆発の音、確認も。なんかすごい怪しい雰囲気になってきたよ、ちょっとテレビの声が。どうやら現地支局との連絡が完全に取れなくなった。大爆発とか言ってたよ。ゴブラス？確認した報告が発出した。何？ニューヨークとペンシルバニアで核爆発を確認したとの報告が来ました。何？神よ。核爆発やばいじゃん。これは。す
すぐにボルトへ行かなくちゃ。今すぐ逃げよう逃げよう。なんだこの車に乗れるのか。住民の皆さん、登録がお済みの方は速やかにボルト111に避難してください。車乗せて、車乗せれてくれない。あ、逃げなきゃ。何、走って逃げんのこれ。サンクチュアリヒルズ住民の皆さん、うわ、登録が済んでいる方は速やかにボルト111に避難してください。避難だ避難だ。何してんのこの人たち、早く早く。うわー、ドキドキするじゃん。核爆弾ね。なるほど、これでこの平和な世界が脅かされてしまうというわけですな。入れてくれ入れてくれ入れて、リストに載っているから。乳児、成人男性、成人女性、早く。ありがとう。やったー、あの年登録しなかったらひどかったよね。ゲートの外のあの人たちはどうなるの。できることは全てやっています。さあ進んで。はい、進みます。とりあえずついていこうか。プラットフォームに乗って、はい、中央に。これに乗ればいいの。ボルト111に向かう。あと少しよ。なんかショーンは大丈夫。まあ元気にしている。うまくいくさ。愛してるよ。ということだ。びっくりしたびっくりした。うわー、待って、もっと早く動かないのか。やべえじゃんこれ。うわ、やべえじゃんこれ。うわー、すげえ。うわ、登録しといて本当よかったね。ミスターラッセル、ちょっと、これは大丈夫。核爆弾、核爆弾。皆さん、エレベーターから降りた後は整列して階段まで進んでください。はい、心配は無用です。階段、皆さんに新しい家をご用意しますので。ボルト111です。怪しいんだけど、新しい家とか行っていいのかな。はい、階段を登って。皆様の全然家って感じじゃないじゃん。へえ、不安、不安しかない。なんだこれは。テーブルへ進む。あっち、こちら先に進むにはスーツが必要になります。ありがとう。スーツ、次はこのドクターの指示に従ってください。すみません。あそこの廊下の先です。あっち行くの。あ、この人についていくの。失礼。きっと気に入られますよ。本当かよ。ここは我が社の中でも最も進んだ設備が整っています。他のが素晴らしくないというわけではないですが。こっちへ進んで。消えてしまった。ここどこなんだろう。財産のすべてが、うわ、財産のすべてが消えてしまったって言ってるよ。ここにいることになる。それは嘆かわしい。オリエンテーションで全てお話しします。まずは医学的な話を少し片付けてしまいましょう。ぴったりだ。そう思わない。何ここ。ボルトスーツは快適かつファッショナブルにデザインされている。あ、こんなスーツ着なきゃいけないんだ。そうだろう。全員あれ着るの。何何、ボルトスーツを着用してここに入ってください。え、どうぞごゆっくり。丸一日ありました。ボルトスーツ、ママがここにいるから。なあ、手伝ってくれるか。どこにいんの旦那様。あ、いたいた。どうしたの。遠くへは行かないわ。あそこにいるから。スーツどうやって着るのかわかんないよ。ほら、いただろう。起動。ママは遠くへは。わわわわわ。ポットを降りていく前にポットでお天井と電圧をします。緊張しないでください。はい、全く新しい生活が始まる、ね。いや、おかしいよね。だって大人はスーツ着てて、子供何にもな、赤ちゃん何にもなってないもん。正常。いや、これはダメでしょ。何何何何、どうなっちゃうの。
どうなっちゃうの。あのね、サバイバルゲームっていうことは分かっているので、これからすごい生き延びないといけないの、いけないんだと思うんですけど、なんちゅう不安なんでしょうね。あのすごい幸せな風景を見せられてからのこれですからね。え、出ていいの？こいつね。え？当ててくれ。どうなっちゃったの？生きてる。出れない。なんか赤ちゃんを。え、待って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 、ダメダメダメ。え、ああ、マジでか。え、嘘だろ。いや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 、これは気絶しちゃうよ。残酷すぎる、最初から。マジでか。冷却アレー致命的故障、ボルト居住者は直ちに退出せよ。はい。安全な住まいってこの、ここだったの？この狭いやつだったの？やっぱそういうことですよね。マジかよ。うわ、冗談じゃない。解除できるはずなのに。開けるとかできんの？冷却ポット始動解除のオーバーライドに不具合が検知されました。何、とりあえず行こうか。なんか何も持てるものとか取れるものとかはないのか。とりあえず逃げますか。逃げていいのか。恐ろしいなぁ。開ける。あんなの見せられたら動くの怖いですよね。鍵？これなんだ？開ける。ここどこなんだろう。こっちじゃないのかな。なんかアイテムとかありそう？なさそう。何にもないか。あ、これなんだ。監視用ターミナル。え？何？ポット収容者の状態。超低温ポットアレイ。なんだそれ。あー、そういうことなんだ。いや、よくわかんないけど、行こう。まあ、とりあえず先に進んだ方がいいよね。え？なんか、金槌。ハンマー。ハンマーで開ける？非常出口のオーバーライトに不具合が検知されました。あ、道具箱も。ボルトテック。メンテナンス担当者に連絡してください。あ、映すか。ドライバーを取る。取る。映す。あー、なるほど。あ、結婚指輪。うわー、結婚指輪かわいそすぎる。これ道具箱に入れた方がいいものって何なんだろう。とりあえずこっから出たいんだけど。ダメね。ダメね。出れないか。わあ、すげえ、ドキドキするわ。あ、こっち行けそうじゃない？
ましたか皆さん、これいやいやだ、でかい G じゃないですか、マジでか、うわそれはちょっとご勘弁願いたい。あ、何ファイルキャビネット、これなんだ、取っていいのか、とりあえずもらえるものはもらっていくよ。 OK。 へー、何も入ってない、すっげービビるんだけど、どうしよう、移す、あでも何も入ってない、ないかな、あれこれは多分なんかあげたりとかできんじゃないか、違うかな、取る、いやドキドキすんなこれ、マグカップ、戦前のお金必要あるかな、いや一応持っといた方がいいよね絶対、持てるものはとりあえず全部も持って行った方がいい気がする。あ、間違えた。スーツ変えて、スーツダメ、スーツダメ。スーツダメよ。あれ？ちょっと待って。スーツ入れちゃった。セキュリティターミナル。セキュリティの指示。何も知らぬ被験者を仮死状態にし、その長期的な影響を調べられるように設計されている。セキュリティは装置の状態を維持し、科学者の行動を監視すること。与えられた任務から逸脱する行為は一切認められない。不服従やボルト運営に対する妨害行為は死刑に値する罪である。セキュリティには殺傷力のある武器の使用が許可される。やべえ、超恐ろしいじゃん。戻る、終了。うわマジで怖いじゃないの。これ何？取る。椅子座る。え？待って、裸なんですけど。おいおい。え、なんで裸なの？着てないの？ええ、ちょっと待って、なんかメニュー的な、何このグー、何このグー、わかんない、何このグー、あ防御攻撃、なるほど、えちょっと待って、あの服を着させてください、とりあえず。寒いじゃないの。え、オプションからいけないよね。セッティング？メニュー画面が出せないから、裸のまま行くしかないのか、これは。くっそ寒そうな感じはするけど、大丈夫かな？いけるかな？これなんだろう。ああ！待って、どうしよう。いる、やつがいる。行きたくない、どうしよう。もしかしたらここかも。あ、視点切り替えできた。そうそう、これで行きたかったんですよ。なるほどね、これで視点が変えられると。こっちの方がいいよね、なんか安心だよね。なんで裸なんだよ。怖い。どうしよう。武器とか持てないの、なんか。ねえねえ、どうしよう、どうしよう。武器欲しい、武器。
あ、水飲む。水飲んでる場合？あー、びっくりした。待って、どうしよう、どうしよう。怖っ。はぁ、はぁ。大老地。皆様、ご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。パソコンの方は、こちらのアイコンをクリック。スマホ、携帯の方は、画面下のボタンをクリックして、チャンネル登録をお願いいたします。